ただきます。改めてなんですけど、今朝はありがとうございました。ああいう状況、実際になってみると考えてたよりずっと怖くて、ですので本当に感謝してます。はい、それとなんですけど、この前はすみませんでした。前に鴨志田先生とお話しされていた時のです。さっき話しただろう。この学校には関わらない方がいい生徒が何人かいる。その筆頭がそいつだ。前歴持ちの転校生って。鴨志田先生から聞かされたばかりだったので、思わずあんなことを。他でもクラスの子とかが噂で話しているのを聞いてしまって。驚きはしましたけど、それだけです。勝手な決めつけとか噂とか嫌なんですよ。それに会ったばかりの私が言うのも変ですけど、先輩が本当に噂通りのことしてたら話は別ですけどね。何でしたっけ？強盗、殺人、象牙の密売？さすがにそれは冗談だってわかりますよ。あれ？とんでもないことに気づいたんですけど、私まだ自己紹介してなかったです。あ、すみません、先輩の方から。遅くなりましたが、よろしくお願いします。私、1年の吉沢。なんだあいつ。ん？おい。間に合った。はい。大事なものは話しちゃダメだよ。すみません、話の途中で。え？先にバレちゃいましたね。そうです、私1年の吉沢かすみです。そっちもバレてますか？私新体操をやってて。でもコツさえつかめば簡単なんですよ。新体操か、なるほどな。なあ、あの動き覚えておいたら役に立つんじゃないか。ちょうど怪盗団も戦力アップが必要だと思ってたんだ。先輩どうしました？というか猫いるんですかね。なんか鳴き声が。先輩、新体操に興味があるってことですか？嬉しい。私でよければぜひ。と思ったんですけど、もしよければ私からもお願いがあって。実は最近演技の調子があまり良くなくて、いろいろ考えてしまうんです。なので都合のいい時にちょっと相談に乗ってもら。もちろんです。技術的な指導というよりも、時々話を聞いていただければなって。なるほど、悪くない取引なんじゃないか。ありがとうございます。取引成立ですね。なん、怪盗の身のこなしは常人離れしていると報告にあるわ。特殊な器具の扱いにも心得があるようね。
その手の指導を誰かから受けていた。そう考えるのが自然じゃないかしら。どうなの？答えなさい。我は汝、石切りは座れ。よし。あ、連絡先交換しませんか？あれ、電源落ちてる。あ、着きました。囚人学園の生徒は間もなく清掃活動終了です。食べた後のゴミは捨てずに所定の場所に集めてください。今日はそのまま解散になります。清掃活動終わりみたいですね。ちょうどジャージだし、少しだけ基礎練やって帰りますか。まずは体幹からです。基盤の体作りは大切ですから。